皆さんこんにちは。いのっちこと井ノ原快彦さんと結婚していることでも有名な女優の瀬戸朝香さん、ジャニーズ史上初めてツーショットでの結婚会見を行ったことで有名な2人ですが、一度破局し数年後に運命的な再会を果たし結婚していたことが分かりました。今回は瀬戸朝香さんの経歴から歴代彼氏、いのっちとの破局や子供、豪邸、二度の事故の噂のほか、現在の活動についても迫りたいと思います。瀬戸朝香さんは中学3年生の夏休みに芸能事務所の人が家に訪問してきて自宅でスカウトされるという特殊なスカウト方法で芸能界入りしました。当時はこんな田舎にスカウトの人が来るわけないと騙されないように警戒していたそうですが、何度も電話で熱心に誘われるうちに面白そうだからやってみようと思うようになり、中学卒業と同時に一人で上京しました。瀬戸朝香さんは末っ子で甘えん坊気質だったこともあり、友達もいない東京でホームシックになってしまったそうです。母親に毎日電話をかけて、電話代が一月で11万円かかったり、勝手に新幹線で家に帰ったこともあったと語っていました。デビューから1年後の1993年に唐沢寿明さんと出演した後世の化粧品ルシェリの CM で話題となり、翌1994年にフジテレビ系列局で放送されたドラマ君といた夏でヒロインを務め、ブレイクを果たしました。当初はアイドル的な扱いで売り出していましたが、1996年のテレビドラマ栄治35恋しくてで男性に依存しない一本筋が通った女性役を演じ、2004年のテレビドラマ離婚弁護士2ハンサムウーマンでも芯の強い女性を演じたことで、芯があるかっこいい女性のイメージが定着しました。プライベートでは2007年9月28日に当時 V6 だった井ノ原快彦さんとの結婚を発表し、翌29日に婚姻届を提出しました。当時ジャニーズといえば熱愛報道などがご法度のイメージがあり、結婚をしている人も少ない印象もありました。2000年に木村拓哉さんが工藤静香さんと結婚をした時もかなり批判があったとされ、結婚後も家族の存在を匂わせるだけで炎上することもあったほどです。しかし瀬戸朝香さんと井ノ原快彦さんはジャニーズ史上初めてツーショットでの結婚会見を行いました。会見では交際期間について、2年半くらい付き合って5年ほど離れて、また2年半くらい付き合って合計5年くらいと話しており、2人が一度破局していることが明らかになりました。最初の交際の時は外を歩いたり食事に行ったりできなかったようで、それが破局の原因になったと思われます。再会した時に瀬戸朝香さんは運命的なものを感じたと話し、井ノ原快彦さんの温かく頼れるところに惹かれたそうです。会見は終始笑顔で幸せそうな様子で行われていました。31歳で運命の相手ともいえる相手と結婚した瀬戸朝香さんですが、過去に井ノ原快彦さん以外にも2人の方と噂されたことがありました。一人は歌手や俳優としても活動している藤重正隆さん、もう一人が俳優の袴田義彦さんです。藤重正隆さんとは1996年の7月12日に発売したフライデーにて真剣交際をスクープされ、袴田義彦さんとはデート中にたびたび目撃されていたという噂がありました。瀬戸朝香さんは井ノ原快彦さんとの交際が報道された時には公式で事実を認めていましたが、他の2人については公式的な発表はなく、写真などもネットでは見当たりませんでした。真偽については不明ですが、瀬戸朝香さんの歴代彼氏として有名なのは以上の2人でした。結婚してからは2人の子供に恵まれ、1人目は2010年3月2日に男の子が、2人目は2013年11月22日に女の子が誕生したことを瀬戸朝香さん本人がブログで報告しています。子供の顔や名前については公表していませんでしたが、インスタグラムで息子さんが描いた絵の写真とともに、親バカですが息子の絵の才能に驚かされますと投稿していたり、ブログにお子さん2人を連れて出かけたことを書いていたりと、SNS で幸せそうな様子を報告しています。そんな瀬戸朝香さんご家族について調べていると、豪邸に住んでいるという噂を目にします。
その家は瀬戸朝香さんの夫である井ノ原快彦さんが朝の情報番組朝一の MC として有名なことから朝一御殿とも呼ばれています。敷地面積300平方メートルで、地上2階地下1階の一軒家で、価格は3億円と言われています。その豪邸は2013年に子供部屋の増築や家庭菜園のため中庭を作るなどのリフォームを行ったそうで、優雅な生活を送っていることがスクープされていました。他に瀬戸朝香さんのスクープで有名な話が2度の事故についてです。1度目は2007年、路上でうずくまっていた老人を発見し、一緒にいた夫の井ノ原快彦さんと共に救助したそうです。2人は119番通報し、救急車が来るまでの間、老人に声をかけながら一緒に到着を待ったとのことで、2人は救急隊員から名刺代の感謝カードをもらったことが報道されていました。2度目は2012年で、瀬戸朝香さんは乗用車を運転中に玉突き事故の被害に遭いました。そのことを自身のブログでも触れ、事故の件で皆さんに大変ご心配をおかけしてすみませんでした。突然の出来事でびっくりしましたが、受けた衝撃は軽く、私自身怪我は一切ありませんでしたと無事を報告していました。子供は同乗しておらず、一人の際の被害だったとのことでした。2回とも瀬戸朝香さん本人が起こしたわけではなく、救助や巻き込まれた事故で怪我もなかったようです。そんな瀬戸朝香さんですが、現在はあまり姿を見かけることが多くありません。というのも、子供が生まれてからは女優としての活動をセーブして育児優先の生活を送っているからだそうです。2022年にとあるインタビューで子育てについて語っており、子供の生活はイレギュラーなことばかり、しょっちゅう起こっているし、ストレスも溜まっていますとし、仕事中心の生活に戻りたいとも考えていたようで、ある時、ママだって仕事したいよと漏らした言葉に、子供たちが、ママ仕事していいよ、僕たち大丈夫だよ、何でもできるから大丈夫と必死に答えていたと話していました。その様子を見て瀬戸朝香さんは、我に返り切なくなって、私がいないと生きていけない子供が目の前にいる、この時期は二度と帰ってこないのだから、この子たちと一緒にいたいと改めて実感、仕事ばかりをしていたら得られなかった楽しい時間が過ごせる幸せもかみしめているとも話していたので、現在も仕事を抑えながら家族を中心とした生活を送っているようです。メディアの露出は少ないですが、2021年にブログで、コロナ禍で今までとは違う生活スタイルになってしまった今、当たり前にできていたことができなくなり、我慢したり乗り越えたりと、正直辛いなぁと思う瞬間もありますが、その中で何ができるか、何をすべきなのか、立ち止まっている場合じゃないと思ったんですというコメントとともに、ジュエリーブランドを手掛けることを発表しました。そして2023年6月2日には、ジュエリーブランドティエタのオンラインショップがリニューアルオープンすることを報告していることから、子育て以外も精力的に活動しているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。